皆さんごきげんよう、ラバルルでございます。本日もね、ラバちゃんのゆるトラックシミュレーターおすすめモッドのご紹介をしていきたいと思います。今回ご紹介いたしますのは、皆さん見えてますでしょうか、このマフラーから出ている黒煙、こちらの排気のエフェクトですね。かなりね、リアルに再現されてますので、こちらのね、この排気のモッド、こちらの入れ方ご紹介していきたいと思います。まあネタモッドに近い感じですかね。気分転換になる感じのモッドになっております。はい、では早速ご紹介します。ではでは、はい、ではモッドマネージャーの方に行きました。こちらですね、スモークインマイトラック、こちらにマークついてありますように、ワークショップですので、ワークショップから行っちゃいます。こちらにスモークと行っちゃいましょう。はい、と出ましたね。一番上に出ました、こちらでございます。スモークインマイトラック、こちらのモッドオース、よいしょ、サブスクリプションしていただければなと思います。こちらが一番人気ですので、こちら入れといていただければ、まあワークショップなんで勝手にね、アップデートしてくれますんでね、ぜひぜひ使ってください。ではゲーム戻る、押します。でそうしましたら、こちらね、クリックしていただいて、いつものように矢印ですね、入れていただければなと思います。で、あと変更確認ですね、これで OK でございます。雨が降っておりますけどもこちらのようにね、そうしますとちゃんとね、黒煙が出るようになっているということになっております。まあこれ見栄え的にね、まあ私はあんまり好みではないので、実況の時は外してるんですけども、まあ気分転換でね、ちょっとつけるような感じで、私の中ではネタモッドとして取り扱っておりますんでね、まあぜひ皆さんね、ちょっと気分転換したい時にこちらの方入れていただければなと思います。はい、ちょっと私天候モッド入れてるんで、今ちょっと霧がかってますね、これ新しい表現、まあ、これもちょっと楽しいので、ちょっとこのままね、入れてやっていきたいと思います。はい、ということで皆さんね、本日はエキゾーストスモークのモッドを入れましたので、こちらエキゾーストスモークのご紹介いたしました。ぜひね、こちらの方参考にして皆さんもね、入れてみてください。はい、それでは皆さん、またラバちゃんのユーロトラックシミュレーターおすすめモッドでお会いいたしましょう。じゃあみんな、愛してるぜ。